2-4-1. As we always know, coming into this play against Hsinchu, we always have a great game plan and make you really use your decision-making capabilities, and I think they did a good job of that in the periods of the game where we struggled with that side of it. Hsinchu でやるときは、いつも相手は素晴らしいゲームプランで戦ってくるというのは分かっています。うちの方で判断力を問われるというところがあるんですけど、すごくそれがよくできたと思います、相手は。So, you know, fortunately for us, you know, Sudu hit a couple of threes that stretched it out to double figures, and I think that became too much of a gap for them to peg back late in that fourth quarter. まあ、幸い、須田選手がスリーポイントを、入れてくれて、何本か入れてくれて、そこで、まあ、逃げた得点になって、そこで追いつけなかったと思います。But, you know, generally speaking, I thought our defense did a good job overall.And there was just a couple of periods where we didn't quite get it right, but you know, it did make it difficult for them to score, and that was a good reason for us to win the game. 全体的にはディフェンスは良かったと思います。うちのディフェンスは相手に、まあ、点取らせない、時間帯が多かったし、そこで、まあ、勝ちにつながったと思います。Going into tomorrow's game, we'll have to play a much smarter game. I'm sure they'll go away and look at how they can challenge us again, and they will.明日はうちがもうちょっと賢くプレーしなきゃいけないと思っています。相手もグレーンプランまた調整してくるでしょうし、それに対応しなきゃいけないです。ありがとうございます。ありがとうございます。それではご質問ございますでしょうか。真ん中挙手で。はい。バスケットボールニュース241の野川と申します。ありがとうございます。前回の北海道戦の後ではやっぱディフェンスのアイデンティティの部分をまだ模索中というふうにコメントしておりましたが、今日は相手を60点台に抑えるディフェンスでした。そのあたりもう一度評価をお願いします。I thought defensively we did well. You know, they shot 42 threes for the game, so they're going to make some, but you know, they only shot 26%, I think. So, you know, we did a good job of that. So overall, you know, we're getting there defensively. There's still some poor decisions at times, but that will come the more we play and the more we practice.ディフェンスではそう悪くないと思いました、今日は。相手は42本のスリーポイント打ってるし、その中では、まあ、もちろん入るのもあります。でも 26% に抑えてたから、そこは悪くないと思います。で、まだうちのディフェンスアイデンティティ、まだもうちょっとだと思いますけど、まあ、練習重ねて、試合も重ねてくれば大丈夫だと思います。もう1点失礼します。第4クォーターの終盤で、第4クォーターの最初から斉藤選手がいなくなってしまったのと、伊藤選手が4ファールで出れなかった中で、追い上げられていく中で、やはり須田選手がとてもつないで、その結果が勝利につながったと思うんですけども、今日の須田選手の評価、お願いします。Look, he's been terrific, you know, particularly, I think from February last season, when we had, you know, major injuries and were playing with seven players, he stepped forward as a leader and he did it again today. And...You know, he did it in Hokkaido as well. And I think, you know, to me, I think I still believe he was extremely unlucky not to be part of the World Cup team. I mean, he's such a great leader and, you know, he's shooting the ball right now very well.本当、須田選手は素晴らしいと思います。去年の2月ぐらいから、まあ、うち、怪我人が多かったとき、7人でしかプレーできなかったとき、彼がリーダーシップを取って、まあ、この間の北海道戦もそうでしたけど、もう本当に素晴らしくリーダーシップ取ってるし、つなげていると思います。本当に残念、ワールドカップのチームで選ばれなかったのは残念だし、まあ、今ショットも入ってるし、リーダーシップも発揮してるしというところです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。お願いします。まずは本日の試合の総括お願いします。はい、まあ、すごく、まあ、タフな試合というか、なかなかこう信州さんも粘り強くて、自分たちのペースっていうところはつかめなかったんですけど。まあ、その中でもしっかりとこう要所要所でいいプレーを出せて、まあ相手のペースですけどでしたけど、最後しっかりと勝ち切れたっていう、そこはすごく評価すべきところかなというふうに思ってます。第4クォーターの入りから斉藤選手がこう出れない状況だったり、伊藤選手が4ファールでもまた出れない状況、その中でまあこう相手に追い上げられる中で、須田選手のスリーポイントだったり、
そういう部分でこう勝利につながったのかなと自分見て思ったんですけど、そのあたりはどう評価されますか？まあ僕たちはこう誰がいないとかっていうのは本当に関係なくて、本当にどういうメンバーでプレーできるメンバーでしっかりと勝ち切れるというチームとして自信がありますし、まあ、2人、そういう難しい状況で出られない状況でしたけど、まあ、坂本選手がポイントガードしっかりとチームを引っ張ってプレーできてましたし、本当に誰かがちゃんとステップアップできるチームなので、全然チームとしては全くネガティブなところはないですし、まあ、その中でしっかりとこうシュートを決めきれたっていうところは良かったかなというふうに思ってます。最後の方で相手のサイドからスローインの時に須田選手何度もボールチェック行ったりとか、相手に簡単に入れさせない、まあ、そういう細部までこだわるっていうのはこうどういう練習を重ねてこう覚えてきた部分というか意識している部分なんですか？まあ、本当に僕もいろいろとこういろんなチームで経験してきて、やっぱりこう勝つか負けるかのその境界線って本当にその細かい部分なのかなって、そういう一つの部分もそうですし、リバウンドだったりルーズボールだったり、なんかこう技術というよりはやっぱりそこの部分で競り勝つチームが結局優勝できるんじゃないかなというふうに、まあ、自身の経験の中で思うので、まあ、そういう意識からそういうところはこだわって、はい、やるようにはしてます。今日の試合で開幕5連勝ということで、キャプテンから見てチームの状況などは、まあ、5連勝できて要因、そのあたりはどのように感じてますか？まあ、おそらく誰一人5連勝っていうところに こだわっていい意味でこだわってないというか、なんか自分たちがやるべきことに常にフォーカスし続けられてるっていうところがすごくいいのかなというふうに思いますし、まあ、今日も試合には勝ちはしましたけど、やっぱりこうなんて言うんでしょう、勝ったっていうそういうチームとしてのテンションではなくて、もっといろいろできることあったよねとか、なんかどちらかというとこうもっと上手くなろうというチームの姿勢があるので、そういう姿勢があるのはすごくいいことだと思うので、まあいろんな試合、いろんな展開あると思うんですけど、まあ、自分たちでしっかりとこうぶらさずにやり続けることがそういう5連勝というところに つながっていると思うので、まあ、これからも、まあ、そういう連勝とかは特にこだわりないですけど、本当に自分たちがやるべきことにしっかりとフォーカスしてやり続けていくという、そこの強さ、はい、を目指して、はい、チームとしてやっていけたらなと思います。今のお話も踏まえて、また明日に向けてどういうところを改善していくとか、どういう気持ちで臨んでいくのか、そういう部分を教えてください。まあ、明日もすごく難しい試合になると思いますし、信州さんもすごくタフなチームなので、どういう状況でも食らいついてやってくるので、非常に危険なチームだという認識はあります。まあ、その中で、まあ、今日はあまりオフェンスの部分でうまく自分たちのペースを作れなかったというところがあるので、まあ、そこをこう明日もう一度自分たちに対してチャレンジするっていうチャンスがあるので、そこをしっかりと応援を遂行することで、もっともっと自分たちのこうアップテンポな流れが作れると思うので、まあ、そこを意識して明日は、はい、戦っていけたらなと思います。最後に質問で、今日も本当にアウェーの地まで多くのブースターさん駆けつけて、相手フリースロー妨害とかそういうのもあったと思うんですけども、ファンに向けて最後メッセージをお願いします。いや、もう本当にこう遠方に、ね、こう来ていただいて非常にありがたいですし、やっぱり僕はこう6人目の選手だと思っているので、こうやって、ね、駆けつけていただけるのはすごく、僕もそうでした、チームもみんな心強いというか助かる部分なので、本当に感謝します。また明日もう1試合勝って、僕たちの仕事、今週の仕事っていうところが完結するので、ぜひ一緒に戦っていただけたらと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、241でした。